市川猿之助が起こした一家心中事件は、意外な結末を迎えつつあるようだ。猿之助さんのセクハラ疑惑を報じる、女性セブンが発売された5月18日、猿之助さんは、父市川段四郎さんと母信子さんの3人で向精神薬を飲み、猿之助さんだけが助かりました。警察は自殺ほう助の疑いでの逮捕も視野に入れ、じっくり捜査を進めています。事件を受け、松竹は、10月まで猿之助の出演を中止すると発表した。猿之助が牽引してきた澤瀉屋一門では、今も動揺が続いている。現在、香川照之、市川中車、三夜、その息子、市川段子さんが、猿之助さんの抜けた穴を埋めようと頑張っていますが、若手連中は45歳から歌舞伎を始めた中車さんのことを、いまいち信用していません。澤瀉屋に所属する若手俳優たちは、これまで師匠である猿之助さんから給料をもらっていました。今後は香川さんが代わりに一門を引っ張っていくつもりでも、猿之助さんがいない状態で、いつまで給料を払ってもらえるのか、弟子たちはハラハラしています。実際、澤瀉屋を離れたいと希望する者が、次々と出てきているそうです。歌舞伎関係者、人気の就職先は、名門。成田屋だという、何人も市川團十郎さんに、弟子にしてほしい、と願い出ましたが、香川さんの手前、そっけなく断られたそうです。ただ裏では、こいつは使える、あいつは使えない、などとより分けを始めているそうで、実際に大移籍が起きたら、歌舞伎界の構図もガラリと変わりますよ。同然、こうした澤瀉屋解体の動きに、待ったをかけているのが松竹だ。猿之助さんほど実力があり、客を呼べる役者は多くありませんからね。今回、無期限ではなく10月までの中止を発表したのも、11月以降に、出演してほしい、という思いを込めたものです。具体的には、2024年2月に予定している、スーパー歌舞伎に鬼滅の刃に、演出家として戻ってもらうという計画です。ところが猿之助さんは、この構想を、もう引退させてくれ、と、頑なに拒否しているそうです。そもそも、今の猿之助さんは、薬の影響なのか、言葉をかけてもゆっくりとした反応しか示さない。以前のようにテキパキと喋る様子がないのです。それでも拒絶したのですから、猿之助さんの覚悟は相当なものですよ。別の歌舞伎関係者、だが、猿之助の復帰をアシストする存在がもう一人いる。マネージャーで、俳優の A 氏だ。そもそも事件現場では、猿之助が A 氏に向けた遺書と思しきものが見つかっている、愛する A 次の世で会おうね、という文章と、A 氏に遺産を相続させるという趣旨の書き置きが残されていたのだ。ところが A 氏は、週刊文春の直撃取材に対し、俺は当事者でも何でもねえし、と答え、猿之助さんの事件について悲しんでもいないし、興味もないと発言しました。ただ、なし縁でこの発言を真に受ける人は少ないですよ。当日、酒に酔っていたこともあるでしょうが、あえて自分が裏切り者になることで、猿之助さんを被害者だと印象付けようとしたという見方がもっぱらです。事件の発端となったパワハラセクハラ報道を帳消しにして、世間に温かく迎えられるような素地を作ろうとしたのでしょう。心中事件を起こすほど思い悩んだ主人公を、愛する者神を呈してかばう。近松門左衛門さえ出かけぬ衝撃の筋書きだ。猿之助に対する捜査の包囲網が日に狭まる中で、出演映画、緊急取調室、ギファイナルの公開延期が決定した、お蔵入りの危機すら囁かれるストーリーの中身とは、映画は今月16日に公開される予定だったが、1日延期が決まった、スポーツ紙の芸能デスクが言う、緊急取調室は2014年に始まったテレビシリーズの映画版で、シリーズ完結作です。今作の撮影は昨年5月下旬から7月にかけて行われており、本来ならもう少し早い時期での公開を予定していたのに、昨年7月の安倍総理銃撃事件を受けて延期になった経緯がある。つまり、本作が公開延期になるのは今回で2回目なのです。どうにも呪われた作品というほかないが、その幻となりそうなストーリーをざっとかいつまんでみると、超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態に陥った最中、内閣総理大臣、市川猿之助が、テロリスト、佐々木蔵之介に襲撃される事件が発生、緊急事案対応、取調べ班、金取りの捜査員、天海祐希らが、テロリストの聴取を開始するも、犯行動機は語られぬまま、しかも、取調室に総理大臣を連れてこいと要求を繰り返す、取調べが行き詰まる中、総理にある疑惑が浮かび上がる。最も被害額が少なくなるとすれば、
映画業界の猿関係者が補足する。疑惑とは総理が大学生時代にヨット部で起こしたある重大犯罪に関するものです。テロリストは総理のヨット部の仲間で、当時の一部始終を知る者だった。彼は総理に真実を語らせるためにテロを起こしたという設定なのです。映画の終盤で天海演じる捜査員は総理と取調室で対峙する。その総理の役を猿之助が演じるなんて、今回の事件と当局とのせめぎ合いをあたかも予見していたかのようです。現在水面下で映画の再撮影の条件が話し合われているそうで、最も被害額が少なくなるとすれば、総理役に代わりを立てて再撮影を行うというものです。ただ総理は準主役級のためほとんどの場面に映り込んでいる。ですから再撮影するにしても他の役柄の俳優とのスケジュールの調整が必要で、これが難しい。そこで丸ごと脚本を作り直し、一から新しい作品を撮影するという案まで浮上しています。シリーズの完結も先延ばし、迷惑を被った被害は甚大というほかない。市川猿之助の一家心中事件を受け、映画劇場版緊急取調室ギファイナルの公開延期が配給元の東宝から発表されて、およそ2週間が経過した。この映画は警視庁捜査一課の取調べ専門チーム緊急事案対応取調べ班、通称キントリの活躍を描く、テレビ朝日の人気ドラマの完結編。天海祐希が主演で、猿之助は天海に取り調べられる内閣総理大臣役を演じていた。あらすじを紹介しておこう。未曾有の台風が連続来襲する日本、国家を揺るがす非常事態の最中、内閣総理大臣猿之助は災害対策会議に10分遅れて到着する。さらにその空白の10分を糾弾する暴漢佐々木蔵之介が現れ、総理大臣襲撃事件が発生。警視庁は暴漢による事件を解決するため金取りの緊急招集を決定。天海らチームは取り調べを開始するが、暴漢は取調室に総理大臣を連れてこいとの要求を繰り返す。取り調べが行き詰まる中、総理にある疑惑が浮かび上がる。暴漢と総理大臣は学生時代にヨット部の仲間という設定。ある疑惑とは、総理が過去に関与した犯罪を指し、暴漢はその内容をよく知る人物ということです。猿之助の事件が発生し、制作陣は代役を立てて撮影し直すことで公開を目指す方針だ。猿之助の代役候補を詮索する報道はありますが、実際にはまだ決まっていないとのことです。当然ながら捜査の進展を見守っていることが大きいようです。捜査当局がどのような判断を下すかが見えないと動きづらいのでしょう。猿之助の捜査を担うリアルな警視庁捜査一課が検察とすり合わせをした結果、どのような判断を下すのかにじりじりしている感じが伝わってくる。とはいえ、仮に打診をしていないとしてもある程度候補のピックアップくらいは済んでいるのではないだろうか。それが結構シリアスな問題を抱えているようなんです。何しろ総理大臣なのだから、ここは大御所にというふうに周辺や外野は考えがちではありますが、実際はそうでもないと、先ほど暴漢と総理大臣が暴都部で同期だとお伝えしましたが、つまり両者を演じる俳優の年齢が大体同世代に収まる必要があるわけです。脚本を最初から書き直したり、佐々木蔵之介を外したりしない限り、猿之助の代役は佐々木の年齢に近づける必要があるということだ。佐々木が55歳で猿之助が47歳、それくらいの年齢層で首相に見合う説得力のある演技ができる役者を探す必要があるということになります。一国の最小役だからといって、北大路欣や西田敏行、小林薫といった面々には頼めないということでしょうね。香川照之2件のスキャンダルがなければ起用されていた可能性もあるようだが、猿之助がダブって見えるから歌舞伎絡みの役者は起用しづらい。